今年のパワーがすごいんですよ。なんか本当に来年結構ガラッと変わっとると思うよ、マジで。あまりにも波が大きすぎて飲まれ飲まれとるかも。わかる、私もこの間飲まれたよ一回。この間、昨日、一昨日、私もすごいの、すごい私も飲まれよったよ。わかるよ、しずくちゃん。わかるわかる。でもそのぐらいのでかい波じゃけ、それで一回沈んだけでそれで諦めちゃいけんのよ。じゃけ、もがきまくりよね。わかるわかる。じゃけ、私それじゃったんよ、この間から。え、それ来るみたいな。え、そんな破壊来るみたいな感じなんだよ。そこも、そこも、それみたいなさ。一回で乗れりゃええけどさ、そういう感じで、うえうまく乗れないみたいになるわけよ。みたいな。うまく乗れませんみたいな。で、ブーって、うえって水飲んでさ、おじけ、もう一回、もう一回ってやれるかどうかよ。じゃけ、そこが。じゃけさ、飲まれても諦めずに行くってことよ。破壊破壊、そうそう。じゃけ、変化するってことはもうこれまでのものが壊れるけ。私の場合は、これまで作ったものってものがバーンって壊れて新しく組み替わっていくけんさ、そうそう、溺れんように、そうそうそう、溺れんようにさ、もう一回こうやって、もう一回そこに飲まれて、もうダメじゃんって溺れてしまってさ、もう諦めたら沈んでしまうじゃん。溺れる前の気は、そうそうそう、じゃけヘルプミーするのもいいよ。自分で頑張るだけじゃなくて、ヘルプミーして助けてって呼ぶのも大切。いろんな手段があるじゃん。自力で上がるだけじゃなくてさ、助けてもらうってことだっていいんよ、全然。ウギはヘルプ、そうそうそう、それをすることが大切。ヘルプを大切、ヘルプ。ヘルプミーできたらあんた死なさいやね、ヘルプミーも、あなた。ヘルプミーも。ヘルプミー大事です。ヘルプミーしてください。話してもしょうがないと思っても、話を聞いてっていうだけでもええけ、聞いてもらってもええよ。答えなんか、相談に乗って答えがなくったっていう、話聞いてほしいっていうだけでも、その話を聞いてほしいって頼んで、話を聞いてもらえるうちに自分の中で、あ、こうなんかな、あなんかな、みたいな、自分の中で説明、相手に説明をしよる過程でね、自分がまとまってきたりとかするんよ。解決せんでもええんよ。解決しようとか思って、話さんでもいい。ちょっと聞いてっていうだけでもいいけ、話を聞いてっていうだけでもいいけ、聞いてもらうんよ。そうするとさ、話をするっていうことが自分の状況を説明するっていうことじゃん。自分の状況を説明するっていうことになるわけなんよ、話をするということは。ということは、自分の状況を説明するという行為をするということによって、自分の中が整理されてきたりするの。あれ、これってこういうことなんかな、そういうことがしたかったっけ、こう、これを言う、こういう気持ちになるってことは、こういうことがしたいってことなんかな、とかって、なんかさ、自分が説明しよるうちに自分を客観的に言えるようになることで、逆にそれでさ、整理できるようになってとかもするんでございますよ。自分の気持ちとかもそこに出てきたりとかして、あら、こんな風な気持ちだったんだとかさ、そういうのがいろいろ話する中で見えたりとかさ、するんよ。ヘルプミー、せっかくじゃなかなかできない人はどうすればいいか。なかなかできん人はどうしたらいいか。うん、私もヘルプミーなかなかできんかったけど、どうしたんじゃったかいね。ヘルプミーできんかったんよね、私も。なんでできるようになったんかね。なんでできるようになったんじゃったかいね。私の場合どうしたんじゃったかいね。そうそうそう、自分で解決する癖がついてる。そうなんよ、そうなんよ。まさにその通りなんだけど、話してもしょうがないし、結局は自分の問題じゃけ、話したところでその人に迷惑かけてしまうだけじゃし、とか、その人の時間を奪うだけじゃし、みたいな感じなんよ。で、結局は自分が自分と向き合うしかないわけじゃし、みたいな感覚なんじゃけどさ。なんじゃけど、私もね、全くそうだったんじゃけど、結局それってね、誰も信用してないっていうことだってことに気づいたけなんよ。結局、信頼してるのは自分だけみたいな。で、本当の意味で人を信頼していないということだってことに気づいたんよ。で、みんなを信じてみようって思ったところが最初かもしれん、私は。じゃけ、話せるようになったきっかけの一個、私の中で大きかったのは、
そこかもしれん。自分が解決せねえけんっていうのは一見すごくストイックじゃし、すごくなんか正しい感じするんじゃけど、結局それって誰のことも信じてないよね。結局誰のことも信じてないイコール自分のことも信じてないっていうことなんじゃけど、まあ、結局そうなんよ。そういうことになるよ。それって悲しいじゃん。そうなんよ。じゃけんさ、私はそれがさ、すごいさ、はぁってなって言ってみる。ちょっとずつだったけど正直になんか自分の気持ちを言うっていうことをね、訓練したんよ。ちょっとずつ私はそれがポコちゃんのみんなじゃった感じ。でけ、今までじゃったら例えばイベント期間中とかさ、もうダメかもと思いながらさ、でも自分が頑張らにゃと思いよったけど、そういう弱さみたいに弱さを見せるっていうことってね、結構ね勇気がいるんですよ。相手がそれによってどんな反応になるかもわからんし、でもきっとみんななら受け止めてくれるって信じるけ要は委ねるっていうことじゃけえさ。じゃけえさ、そういう風にね、視点を変えるとそういうことになるっていうことを、ちょっと視点を変えて概念を変えてみるとスッとできるようになったりとかするよ。そんだけでもね、本当に頑張ってきたってことなんよ。自分で自分と向き合ってすっごい頑張ってきた人じゃけえそうなるんよね。じゃけどそのそれは必要なんよ。そのことが必要なんじゃけど、その先に行くってことよ。その先に。じゃけそれをやってない人が愚痴ばっかりね、聞いてや、もうあいつがさ、こうでさ、もうどうしたらいいんだよみたいな、それはさ、もう違うじゃん。なんかそういうのは違うじゃん。じゃけ自分とすごい向き合った人じゃけこそ、次は今度それを人に言うっていうことに行くってことよ。昔はさ、ちょっと辛かったらすぐ言いよったよ。でもそれじゃいけんってことになって、それじゃ結局は自分次第なんじゃってことになって、昔のその次元、その成長過程の自分の時には自分と向き合うということが課題だったけ、それでよかったんだけど、次のゾーンに行くと今度はそれを委ねるということを今度は学ぶんでございますよ。向き合った経こそその次に行くんでございますよ。次に行く、もう十分自分と向き合うっていう学びを終えたってことよ。次は今度は委ねていく、信じていく、頼っていくっていうことを次やるんでございますよ。でそれに似とるのはね、もう一つは私が一個思いよったのは、よくさ、私なんかがとかさ、もう私なんかが、こんな私なんかのためにとかさ、こんなみたいなさ、なんかそういう風にちょっと思いよった時とかあったんよ。なんか自己犠牲的な、なんかこんな自分なんかしょうもないとかさ、ああいうのもすごい、そういう私、そういうすぐそういう風に思いがちじゃったんよ。私なんかのためにとかさ、私なんかのためにやってそこまでさせてしまったとかさ、なんかそんなこと思いよった時があったんよ。なんかでもそれってね、こんなしょうもない私なんかと一緒にいるしょうもないあなたって言っとることになったりするわけなんよ。結局はなんか自分のことを否定するイコール自分のそばにおる人のことも同時に否定しとることになるっていうことに気づいた時に、もう自分を否定するのやめようと思ったことがあるよ。そんな風にさ、ちょっとした概念を変えるとさ、そういう風に自分の意識をバンって変えることもできたりするけ、なんか参考にしてみて皆さん。でけ、本当に自分を大切にするということが逆に自分のそばにおってくれる人を大切にしとることになるんでございます。でけさ、本当にね、こんな自分なんかのためにとかっていうのはさ、なんか日本人はわびさびでからさ、なんかこう一歩下がって謙虚にみたいなのもあるけど、でもそれは言い方変えるとものすごく失礼なんでございますよ。そんな私のため、こんなしょうもない私のために おるあなたも同じくらいしょうもないと言っとるのと一緒でございます。